街中に咲く早咲きの桜が見ごろです風に揺れる濃いピンクの河津桜愛知県岡崎市の市民グループが2001年に市の中心部を流れる音川の堤防に植えたもので地元では青い桜と呼ばれ親しまれています例年より2週間ほど早く開花した河津桜はほぼ満開で訪れた人たちは記念写真を撮るなど